上野動物園は6日、人工繁殖に取り組んでいた特別天然記念物の、日本ライチョウのひな5羽のうち、最後の2羽、いずれもメスが、死亡したと発表した。原因は不明。8月下旬から9月上旬にかけて、残り3羽も相次いで死亡していた。環境省が絶滅の恐れのある日本ライチョウを、保護するため、今年から飼育繁殖事業を、開始。6月に生息地の、乗鞍岳から、採取した卵を上野動物園と、富山市ファミリーパークで、孵化させて育てていた。残りは富山市のオスのひな3羽だけのため、今シーズンの繁殖は絶望的となった。